今回は4月5日の調整で効果時間が 7.5、7.9 カウントになった異質へ周囲を紹介するよ。指揮歩で地震撤退、味方ブロックプラス8知力プラスゴッドパワーの高い号令。戦国大戦の毛利高元100万一心より武力上昇値が高く、2コスト武力7の入れやすいスペック。まあ三国心差しには宝禄がないから知力上昇はコンボで生きる感じやね。知力ダメージを与えられるようになるご不審とのコンボは異質への効果時間を伸ばせるのもあって相性抜群。個人的にはかなり強いカードやと思っとるよ。ぶつけ合いに強く、指揮も軽いから2試合に3回法令打っても他の計略に指揮が回せるから正面から衝突しに行ける回数をどれだけ増やせるかが異質へデッキの立ち回りで重視するとこって感じたよ。ご婦人との圧倒的なコンボ火力は5分30秒くらいからやから、そこだけでもぜひ見ていってほしいな。愛する場所を我らの手で守るのだ。まだ我が命運は。また流浪の日々かよ。この命がかかる。ああ取られたとでも思ったか。自由こそ全て。乱れたよう俺たちが塗り替えるんだ。愛する場所を我らの手で守るのだ。我が命運を。あたし流の必殺技、いくよ。また流浪の日々かよ。城を落としちまえ。屈しません。やるぞ。熱かったぜお前。自由こそ全て。オール解放。
り返るんだ。治癒を磨き決戦に挑むのです。懐に抱きし月と太陽、必ずや守ります。朝日流の必殺技いくよ。愛する場所我らの手で守るのだ。まだ我が命運を聞かせる。助かったぜ、お前。え？チクッと。ホール開放、マスター。この命にかけ。また流浪の日々かよ。夜が来る前に終わらせろ。予防のお注射です。えい。川族の流儀、坊やには分からんだろうな。2試合目は相手の主力の知力が軒並み高く、知力ダメージで倒しきるのは厳しそうやけど、逆にそういう相手には武力上昇値の高さで押せるのが一勢のええとこよね。お大事に、お大事に、お大事に、お大事に。沈め、主様、お大事に。沈め、どれ、愛する場所我らの手で守るのだ。我が命運を お大事に。死ぬまで戦うんだ。これも運命です。お大事に。身の手が崩れたか。お大事に。ガックしなせ。お大事に。この命に。全て私にお任せを。授業開始。おお、え、反撃開始だ。お大事に。
大事に。手で守るのだ。まだ我が命運はどれ。後ろで見ているだけなんて辛いですから。お大事に。見るこそ全て。みんなを守るのがあんたたちの仕事でしょ。お大事に。授業開始だ。私にお任せ。天地に捕まる全ての悪を滅ぼすこと。どうで。無事に皆さんが戻られますように。愛する場所を我らの手で守るのだ。まだ我が命運は。これも運命です。どれ。主様。どう旋回してやろうか。ご視聴ありがとうございました。5枚デッキでも操作量は4枚デッキ相応やから、扱いやすくておすすめのカードやよ。